二戸郡浄法寺町で行われる浄法寺祭りです。このお祭りは町の中心部の高台に祀られている神明社の祭典で、浄法寺町を代表する秋祭りです。毎年9月中旬の3日間、盛大に行われるこのお祭りは、古くからこの地に伝わる郷土芸能の奉納で幕を開けます。町の中心部には人形を飾り付けた3台の山車が繰り出し、ヤーレヤーレという威勢の良い掛け声や太鼓の音とともに町内を練り歩きます。古くから相撲が盛んな浄法寺町では、祭り初日の夜、青森県から対戦相手を招き、神明社の境内で相撲の奉納が毎年執り行われています。土俵の上での勇ましいぶつかり合いに見物客も大いに盛り上がります。また2日目にはおよそ300人が町の中心部で華麗に踊る浄法寺音頭の流し踊りや、古くからこの地方に伝わる七とやらの盆踊りなども行われ、秋の夜長、祭りは最高潮に達します。五穀豊穣を祝う浄法寺祭りは、ふるさとの秋を鮮やかに彩ります。